それでは今回は地震についてやっていきましょう。はい、こちらにですね、まあ、視覚的に分かりやすく地震の仕組みが分かりやすくなるねモデルを用意しました。はい、はい、初めて見ました。あ、そうですね。ちょっとこっち側がですね日本の、ね、大陸プレートですね。はい、はい、でこっち側から、海洋プレート。そうですね、日本のちょっと日本列島の下にはプレートがあるので。そうですね、大陸プレートと海洋プレート。海洋プレート、はい、で、まあ、プレートっていって、まあ、近くのところにはですね板があるわけなんですけど、両側からこう迫っていくわけですよ。はい、大陸プレートの下側に海洋プレートがこう入っていくと、はい、そう、沈み込んでいく、中に入っていくんですね。沈んでいく感じになるんですよ ね。 そうですね、はい、ちょっと葉一先生そっち側から手をお願いしていいですか。僕一人でやろうと思ったらあれだったんです、はい、なんでこれ海洋プレート、こっちなので葉一先生海洋プレート沈み込んでいくと。そうですね、僕は大陸プレート、はい、こう行くとこう沈み込んでいくというモデルですね。なるほど、はい、で沈み込んでいくときにここのね一点のところで摩擦がありますから、はい、ここで何が起きるのかというところですね。なるほど、じゃあちょっと実験していきましょう。はい、見ていきましょう、はい、では、海洋プレートをね、どん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 沈み込ませていきます。はい、ここには建物がありますと。上にお家があります。はい、そして沈み込んでいく と、ね、大陸プレートね巻き込まれてます。そうですね、引っ張られて、お、あ、ちょっと地震が起きましたね。そうですね、はい、これは大陸プレートが戻ろうとした時に揺れが起こってるんですかね。そうですね、やっぱプレート硬いですからね、はい、結構引き込まれて引き込まれて耐えきれなくなるとこう地震が起きるということですね。今はまだ建物がね別にちょっとグラッて揺れたぐらいでしたけども。そうですね、で、はい、ここで今まああんまり沈み込まなかったですけど、はい、ここでもっと沈み込みます。まだまだ沈み込んで耐えて耐えて大きな地震になるということですね。じゃあそこの、まあ、どのぐらい沈み込んだか、どのぐらいの勢いで戻ったかっていうところで地震のまあ強さが変わってくる、うん、ということですかね。そういうことですね、どこまでまあプレートが耐えたかっていうところで。なるほど、まあ、ちっちゃいねあの地震で済んでるうちは、はい、うん、ここの歪みが少ないんですけど、はい、結構頑張って頑張っていっちゃった時に大きな地震になるということなんですね。なるほど、日本列島の下ってまあプレートがちょっと多いじゃないですか、はい、4種類かなあると思うんですけど、うん、なので日本は地震大国って言われるぐらい地震が多いっていうことなんですかね、うん、そうですね、ちょうどあの太平洋と日本のね、はい、外側、はい、そこで結構ねあのプレートが擦れ合うので、はいはい、ここのねプレートとプレートの間で地震が起こることがかなり多いですよね。なるほど、じゃあちょっとですね、はい、まあ、地震についてもいろんな揺れがあると思います、はい、それがちょっと分かりやすくなるような実験してみましょう。はい、はい、こちらにですね、はい、揺れがねよく分かるモデルを用意しました。はい、はい、これですね、まあ、間がゴムの紐でこうつながってるんですね。だから伸び縮みします、はい、でまあ、こうやって回ったりもねしますね。はい、で一番上にお家がついていて、はい、震源というのは、ね、すごく、ね、地下の深いところで起きますから、はい、この赤いところで、ね、地震が発生したという、ね、想定をする実験をやってみましょう。はい、はい、これはじゃあ地震の揺れを可視化している感じですか。見れるようにしているという。なるほど、はい、じゃあこの感じですかね。はい、こんな感じですね。大丈夫ですか。大丈夫です。でここで持っていて、はい、はい、であの地震で縦揺れ横揺れって聞いたことあるかと思います。体感した人もねなんか縦に揺れたりとか横に揺れたりとかあると思いますので、はい、まず縦揺れ起こしてみますね、はい、3、2、1、それはい、こんな感じですね、うん、はい、一瞬でピュッピュッって伝わるのが分かるかと思います、はい、次ちょっと横揺れやってみますね、はいはい、この下のね発泡スチロールを横に叩きます。そうするとはい、これ分かりやすいですね、はい、でちょっと上から覗いてもらうと、じゃあ横揺れしてみます。3、はい、2、1、はい、こんな感じでね、はい、横揺れ遅いんですけどちょっと結構大きく揺れますよね。そうですね、はい、縦揺れるのが早いっていうことですね。そうですね、じゃあちょっとこれを組み合わせて、はい、あの地震が起きるときって、はい、まあ、縦揺れとか横揺れとか関係なく、まあ、プレートが、ね、沈み込んで起きますから、はい、両方同時に起きます。ちょっとやってみましょうか、はい、ではいきます。3、2、1、それはい、ちょっと上からも見てみましょうか、はい、3、2、1、はい、はい、ということでね、あの地震って最初に速い
細かい揺れが来て、はい、その後大きなこう揺れになるじゃないですか、はい、で細かい最初のこう縦揺れを初期微動って言って、うん、はい、大きい揺れを主要動って言いますけど、はいはい、今のように縦揺れって早く来てちっちゃいですね。はい、で横揺れは後から来るんですけど結構大きい地震になる理由っていうのが、はい、こういうふうにね地下の方でプレートが動いてるってことが分かりました、うん、つまり横揺れがやっぱりこう後から来るわけですけど、うん、普段こう、まあ、地震を感じて揺れるなって思うのは横揺れ主要度の方っていうことですよね、うん、そうですね。だから、まあ、微弱なね、地震を感じたら、うん、まあ、すぐちょっと逃げる体制になっていただいて、うん、はい、その後ちょっと大きい揺れが来そうだなっていうのを、ね、はい、感じてもらえればなと思います。はい、うん、まあ、この地震の仕組みでしたと。はい、はい。